あ、こんにちは。あ、どうもこんにどうちも、は。今日はね、ちょっこんばんは。と新型コロナウイルスの話なんですが、バンコクというか、タイの日本人事情の話を、お互いにね、そうでしすようと思ね。うので、ちょっとまずこういう文書がですね、タイの中で、日本人に届いててですね、まず読んでみてください。そうですね、ちょっと見てもらいましょうはか。い。ということなんですが、そういうことですね。このいろいろな事情を、バンコクの日本人エリアの動画をですね、いろいろ見ながら、今こうなってそうるでとすか、ね。どういうっていうのを今回お伝えしようと思うんですが、そういでつすね。もの、お願いしている、論法マンシああ、ョ山口ンでアす。クロスエンドビューロの山内さんにあ、撮っておも願らっいたしんで、ます。はい。テーマといいますかですね、さっそうきでのす文ね。章をどういう経緯で発せられたかというのをちょっと説明してもらえますか。そうですね。その年末年始だったんですね。バンコクから車で1時間半ぐらい走ったとこかな。皆さんに有名なのはパタヤっていうのが有名だと思うんだけど、その近くですね、車で30分ぐらい、そこにシラチャーという町があって、それでここね、すごく特殊な町で、だいぶ昔から日本の会社が主に入ってるんですけど、大きな工業団地があって。それでもう日本人学校もできるくらいの、大きな町になって、本当に日本の会社で成り立っているような町で、日本の駐在員の方もいっぱいいると。そうなると、日本食屋さんも居酒屋さんとかね、あとは日本のカラオケ屋さんっていうのかな、いうのがあって、その年末年始にですね、その COVID のクラスターが発生してしまいました。要はね、年末年始で今 COVID でどこも行けないと。ということで、結局その年末年始も暮らしているところで過ごそうということで、昼はゴルフ、夜居酒屋さんに行って、そのままちょっと飲みに行こうかっていう流れのところで、要は COVID が発生してしまったということだったんですね。で、実はその12月の30日だったかな、急に31日からそのパタヤがロックダウンするというのが急に決まったんですね。シラチャーはやってるということで、それもちょっと一因ではあるんだけど、シラチャーに集中してしまって、みんな、バンコクからね、その年末年始をシラチャーで過ごそうっていう方も、いて、で、そこで、COVID のクラスターが発生しまった、してしまったということで、本当に結構大きな問題になりました。僕もその時の報道でしか知らないんだけど、最初日本人が4人4人ぐらいだったかな、最です初よね、ね。その、で、チェマイからも来てた日本人もいて、計6人ぐらいがその陽性反応出て、そうですで、ね。一気に日本人向けのカラオケスナックみたいのを、とにかく店をそうですしたとか、ね。そういうどんどん広がってたわけですよね。そうなんだね。で、最初ね、これって本当に鶏と卵なんだけど、最初にその一軒のそのスナックっていうのかな、カラオケ店の勤めている方たち、女性の人たちが全員かかっちゃったということで、これ泡を食って、結局そこのお店に行った人はどうなんだこうなんだっていうことになったんだけど、結局ね、日本のカラオケスナックなので、お客さん100%日本人なんだよね。もうタイの人も行かないし、ね、いわんや外国の人も行かない。そこでもう大変な騒ぎになって、で、さっき下川さん言った通り、要はチェンマイから来てる、遊びに来たんだろうね、多分ね。チェンマイに帰ってからどうやら発症したということがだだっと流れて、今度そのシラチャーでもう本当、で、その時点から多分スナックも全部閉まって、居酒屋さんとかも閉まっちゃったのかな。それで、なんていうかな、その対象はもう日本人なんですよね、この
案件で言うと 100%、はいはいはい、それでそのシラチャの、チョンブリ県っていうんですけど県はね、はい、でシラチャ市になるのかな、はい、でそこの役所から12月すぐだったか1月入ってぐらいだったかな、要は12月20日ぐらいからそこのスナック要はカラオケに行ってる方はまあまあまあそのなんていうのかな、まあ、PCR 検査やってくださいみたいな、ね、まあ濃厚接触してる可能性が高いってことですね、うん、そうなんですね、はい、ただやっぱりねこれねこのなんていうんだろうなすごいまあね難しいんだけど結局そのなんていうんだろうデパートを舞台にしてクラスターが発生したとか、はい、どこそこのなんかその集まり所で発生したとかっていうことではなくて、うん、まあ特殊事情だよね、なので、うん、やっぱり手が挙げづらかった、うん、あのいや白茶の特殊事情っていうのもあると思う、あのね、あれ知ってる、まあまあそうだね、あの7年前ぐらいにさ白茶 SM 戦争っての知ってる、うん、SM 戦争なんかあのね、微妙なあの案件ですけど、いやいやいや、あの車会社同士でね一人の、まあうん、ホステスの奪い合いが起きちゃったんですよ。あーはいはい聞いたことあるね。そう、それであの店の中でね大喧嘩が起きちゃったんですよ、うん、つまりねあそこ あのカラオケスナックってもう本当日本人だけじゃないですか、うん、それも確かに、ね、車関係の人が多いからもうみんな近いのね、近いね、でその中で私行ったっていうことを手を挙げるっていうのはなかなかね、あのいやバンコクのスナックよりも難しいだろうなと思う。難しいですね、うん、でただもうやっぱりもうみんな近いので、まあその働いているね休止している女の子たちもやっぱ知ってるわけだよね。そうだよね、バンコクなんかももっと近いので、はい、だからどっかでバレるんだけど、はい、やっぱり最後の最後までバレたくないみたいな事情があって、年明けてからガガガーッと流れて、日本のその親会社が泡を食ってしまったっていうのが大きかったかな。それでまあね僕もいろいろ聞いてみたんだけど、その会社によってはそのなんていうんだろう、年末年始の行動確認、まあ全てあげなさいと、まあ言ってもこれまあ言うけど何の担保もないもんね、うん、要は家でおとなしくしてしまい、していましたってはそれまでなので、まあそれがねその結局タイの中の日本人社会に、うん、まあ、うん、日本人はまあ危ないっていうかね、あの、うんうん、可能性とかなんかこう、まあそこらは僕実はこの話ね僕チェンマイの方でちょっと話を聞いたんですよ、うん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 、そうするとねちょっともうちょっとこういろいろ日本人社会に対する問題っていうのがあって、まあこれあの、うん、スクンビットのソイの、あのフジスーパーのとこだね、1号店のとこですね。まあこの日本人、ね、ここはまあまあ一番最初からある日本人街というか、うん、スーパーもあるし、いろいろ食べ物、うん、あのレストランも食堂もいっぱいあるところなんで、まあ、そのこの画像を見ながら映像を見ながらね、あのそうですね、あれなんだけど、うんうん、タイって非常に厳しいじゃないですか、あのこの、うん、発症がこう言って言った後の措置が、うん、そうするとね、うんうんうん、あのタイ人にしたら私が移したってことを言うと、うん、まあ、うん、すごい迷惑かかるわけですよね、お店に。いや、まあ、確かにね、一応ね、チェンマイのはこうなってたんですよ、あの店は3日間閉鎖、うんうん、その代わし従業員は2週間の自宅待機というか実質2週間開けられなくなった、ね、まあまあまあ、そうだね、責任ですね、その責任は私みたいになるから、うん、あのタイ人の心理としたら外国人があの感染させたみたいなストーリーの方が楽なんですよ、うんうん、精神的に。あのね、そうなんだよね、うん、あの要は12月に起きたその、うん、まあこれは実際本当にそうなんだと思うんだけどね、うん、そのまあ最初はチェンマイで12月の頭に起きたこのビルマ、はい、これもタイ人だったんだけどね、はいはい、ビルマから出稼ぎて戻ってきたとか、はい、であとそのタイから今度逆に西に1時間ちょっと走ったところにサムットサコンっていうところがあって、はい、これ漁場なんですけどね、そうですね、はい、
はい、ここにも大きな工業団地があって、でそこでまあそのやっぱり今、ね、前も言ったかもしれないけど、タイでその働いてる工場の労働者とか、うん、あと建築現場とかっていうのはやっぱりタイ人があまりいなくて、うんうん、ほとんどビルマ人だ、カンボジア人だ、ラオス人だ、うん、でそこでやっぱりビルマ人が多くて、で、うん、そこからまあガガッと来て、これも大変だと、うん、まあ、そこが最初のロックダウンだったんだね、うん、でその後シラチャーだったんだけど、うん、でそこはビルマ人で、このシラチャーは日本人と、うん、だからさっきので紐付けて言うと、うん、要はタイの人じゃないよっていうのがこう連綿と、そうね、あの、うん、そこらの心理、特にあのチェンマイなんかは、まあ、チェンマイ2人出たじゃないですか、うん、あのバンコクよりこう非常に狭い社会だから、狭いよね、そこらのとこの心理は、まあ、日本の地方都市もそういうとこあるんだけれども、 あの、うん、あるっていうことでね、これねとってもね実はね僕難しい問題抱えてて、あの、うん、タイのようにこうやってガッと抑え込む方式やるとですね、うん、あの、うん、言わなくなっちゃうんですよね、まあ、日本人も言わなかったのかあるけど、うん、あのやっぱりねその言いづらいっていう空気はすごくあるよ。そうなんですよ、日本よりも強いような気がするんですね、あの、うん、迷惑をかけちゃうっていう思いが、そういうことなんだよね、うん、そうすると結局家でじっとしてるとかね、あの、うん、そうなっちゃうっていうのがあって、結局ねあの正しい感染者が出てこないっていう問題が出てきちゃうんですよね。そう、あの結局ね、うん、あの要は無症状である、うん、あった場合、うん、でこれってやっぱりその、まあ、当然気づかないよね、はい、で何かひとたびこう あそこでって言った場合に、あ私も行ったかもしれないみたいになる、うん、で無症状だったら、うん、でそういう理由がなければ、まあ、自分がかかってるとはやっぱ思わないし、うんうん、日本人もやっぱり、まあ、行ってたとしても、まあ、僕もそうかもしれないけども、うん、よしんば行ってたとしても無症状だったらやっぱりかかってないってこう信じてしまうよね。要はかかっってしまった時のこのなんていうかな、反発、思い込みたいよね、はい、思い込みたいんだよね、うんうん、なのですごくだからタイは本当にそういう点で言うと、で特にほら僕もそうだけど外国人じゃない、うん、跳ね返りが強いんだよね。僕あの1月の今年4日が仕事始めたんだけど、まあ、富士スーパーなんだけどさ、観光客の人も、まあ、住んでる人にしたらまあ懐かしい風景、住んでた経験のある人にすれば、まあ、奥さんなんか毎日行ったなみたいな世界なんだけどね、あのこういうところに行くことってのもやっぱり日本今、あの今の環境としてね、タイ人の視線がね、うん、あの日本人は、うん、あの報道もいっぱいされてるから、日本人はかかってるかもしれないみたいなとこ行って、うん、やっぱりこういうとこ行くと日本、例えばどうなんですか、山内さんこう撮影してる時なんとなくこういつもと違う、うん、いつもと違う精神的に、あのね、うん、やっぱりあのなんだろうな、僕ね、まあ、ちょっとさっきあの話し切れちゃったんだけど、はい、実はね今年の仕事始めが1月の4日だったのね、はい、仕事始めってね、もう10、20何回やってきたけど、はい、要は楽しかったかとか、はい、どうだったとか、まあそんな話だったんだよね、はい、聞かれるわけさ、はい、で今年はね、なんかちょっと聞き方が違ったんだよね。おどうしてたのって、兄そっかそっか、しらちゃ言ってないよねっ言ってないねともうね、はい、それもね明らかなんですよ、はいはいはい、言わなくても、で、はい、ああしらちゃであったねって言うと、はい、そうなのよ、はい、山内行ってないよねって言って、はい、いや俺あんま知らちゃってね、今までやってて1回か2回ぐらいしか行ったことねえしみたいな話になってて、はい、いや実はね僕も思ってたけど、彼女たちも知ってて、うん、年末年始でね、やっぱり知らちゃはもう日本人町っていうのはみんな分かってるので、はいはい、タイで勤め人であれば、はいはい、であの要はなんつうんだろう、こうね、まあまあ冗談、僕には冗談半分で聞いたと思うんだけど、はいはい、でバンコクから誰か行ってるっていうのはもう日常茶飯だからね、はい、やっぱりシラチャだけの問題ではないんだろうなっていうのはタイの人にもうすうすはやっぱ感じてると思う。そうですね、いや正直言って僕もあの去年の3月だけど、行って外国人っていうだけで、日本から来た外国人っていうだけでこうすごくああそうだね、あの時はそうだったね、ある時期あったじゃないですか、そういう時ってなんか、いや今の時期ね、この、うん、まあ、日本人街に買い物とかいろいろで用事があって日本人は行かなきゃいけないんじゃない、
そうだね。その時もさ、こうあれだよね、うんうん、首から私は白茶に行ってませんみたいなタイ語で書いて歩きたいよね。本当さ、なんかさ、こう私はね、あの大丈夫、うん、ちゃんとあのずっとそこ白茶じゃないですみたいなことをね、なんかこう、うん、あ、過剰反応かもしんないけど、うんうんうん、あ、なんかこう気にしちゃうよね、タイ人のこう。いや、あのね、うんうん、そう、あの要はこれ日本もそうなんだけどね、うん、2つあって、うん、でその今回の発祥がそのね、スナックカラオケ店だったっていうのはもう、うん、これはもうもうペケですよね、はい、誰がどう見てもペケ、はい、ただ、はい、あのなんていうかな、それに引っ張られてしまった時に、うん、まあこれはね、もうもう一つの一面だけど、経済活動っていうのも紐づいてるわけよね、うん、まあそれで白鳥来たなったんだけど、はいはい、でね、要は正月明けて、もうね、会社によっては、その白茶の人によってはね、うん、あの1月いっぱいは年始の挨拶も行けませんので、うん、要はバンコクにね、うん、で、逆に来ないでくださいと、うん、ね、一年明け早々、僕のお客さんも、山さん、白茶行っていいかなっていう、うん、ただ、うん、まだそのなんていうかな、今は政府からね、その県をまたぐ場合は、はい、役所で許可証を取ってくれっていうのが出てるんですけど、はいはいはい、その時まだなくて。その時はね、その従業員の人が、うん、社長まさか白茶のお客さんのとこ行かないですよね、うん、って言われたって僕に電話かかってきて、うん、はいはい、山さんどうしよう、行かなきゃ仕事になんねえしさっていうわけね。そうだよね、うん、ここで無理くり行ったとして、うん、まあ、話がこんがる一方。そうね、だから僕そのこの、うん、新型コロナウイルスの話ってこう日本にいる日本人の立場とね、それから外国にいる日本人の立場っていうか、うん、日本人はやっぱりタイにいる日本人ってそれは本当少数派だから、うん、ね、やっぱりタイ人の国だから合わせなきゃいけないじゃないですか、ね、これでタイ人がそういう意識になってきたら、うん、やっぱりどうしようかみたいな意識ってのは日本にいるのと違うもんね、うん、これはねちょっとまあ大げさになってしまうけど、うん、例えば工場でもいいんだけどね、会社でもいいんだけど、うんうん、例えばタイの人がね、その、うん、いやもうこういうことがあったから、うん、社長、うん、2週間家で禁止、自宅でやってください、はい、私たちは出ますけど、はいはい、で逆に社長が出るんだったら私たちはもうテレワークしますとかね、はいはいはい、っていうこともありえるわけさ。そう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 、うん、ただ、うん、その日本人としてやっぱりね、会社で経済活動してるわけだし、はい、やっぱり本社のものあるし、はい、そんなね、こうなんとか余ったれたこと、はい、まあそこまで言わないとしても、はいはい、だからそこがね、その感覚の違いが、うん、タイの人は別にほら会社命じゃないからさ、うん、ね、仕事命で生きてないので、うん、そういうことがあったらそれはやっぱり、うん、あの COVID の方を取りますよね、うん、いや無理ですと、うん、いうことになっちゃうで、うん、いや俺は行ってないんだね、うん、って言ったってさ、何の担保もないわけよね、うんうん、だから、うん、まあ最初の時ね、その世界中でその感染が広まりだした頃、その中国系の人に対してすごくみんなが警戒したみたいな、あの事件あったじゃないですか。あれがまあ、そうはな、タイだからそうはならないんだけど、その日本人として道歩いてるとしたら、なんかちょっとこう隅っこ歩こうみたいな、目立たないように歩こうみたいな、こう意識っていうのがどうしてもやっぱりね出てしまうような気がするわね、うん、あのね、やっぱりね、僕はそのこれはね、まあ僕も男だしさ、うん、ね、それはそういうとこに遊びに行かないわけではないので、はいはい、当然ね、はい、それ、ね、明日は我が身なことなんだけど、すいません、途中でこれがうん、もう一軒の富士スーパー、あ、富士スーパーのこれ4号店ですね、そういうの49番、ここもやっぱ日本の方にはすごいおなじみなところだと思うんだけど、ね、ここちょっとこの話をじゃあ、うん、そう、はい、要はね、その年末年始にバンコクから、うん、遊びに行った日本人3名の人が、うん、要はバンコクに戻ってきて、うん、要はCOVIDにかかってましたと、うん、でその行動履歴すべてこう回ってきて、タイ語でね、うんうん、で、まあ、さっき言った通り、バンコク駐在ですけど、うん、まあ、年末に白茶遊び行ったと、うん、で戻ってきて、で、うん、そのバンコクでの動きの中に、うん、この富士スーパーの4号店で買い物をしましたと、あ、出ちゃったわけね、いうのが入って、うん、あとゴルフをしてます、うん、あとね、トンローにある居酒屋さんにも行ってるんだけどね、はいはいはい、それで富士、うん、
号店は、うん、3日間ぐらいおそらく閉まったはずです。あ、やっぱりあの3日閉めるっていうのはルールなんですよね。うんうん、やっぱり消毒で、うん、もう閉めると、これってね、もう本当に何て言うんだろう、考え始めたらキリがないんだけど、うん、例えばお客さんもしかりと、まあ、何月何日に行ったっていうのも出てるからいいんだけど、うん、問題はさっきの話じゃないけど、店は3日でいいけど、うん、その時にレジ打ちしてた女の子とかさ、そう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 、中で働いてた従業員の方とかって、うんうん、じゃあ3日でいいのって話になっちゃうわけだよね。そうね、うん、で多分1週間とか、うん、まあそれぐらいはちょっと自宅にいてみたいなことに多分なると思うんだよね、うん、そうすると、うん、ね、少ない従業員でやりくりしてるところで、そこですごい大変なんですよ、うん、そう大変になってしまうし、うん、で一番、うんうん、ここさ、うん、スーパーっていうか、まあ、日系スーパーって、まあ、タイ人の人もどん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 豊かになってきて、日本食大好きじゃないですか。それで、うん、だんだん自分たちで料理もしたいみたいな人も増えてくると、うん、食材をこういうところ買いに、僕時々行った時は結構タイ人もお客さんで来るのねみたいに思った、ね、いるよ、いるよ、いるよね、うん、います、うん、ああいう人たちはやっぱりちょっとやめようと思っちゃうね、やっぱりね。あ、やっぱりね、これね、心情的にね、だからこう日本人も含めて、うん、でやっぱりこれね、そのさっきのシラチャーの一件でね、やっぱタイの人がやっぱ日本人に対してやっぱ心象悪くなったんだよね。これはもうしょうがないね、うんうん、あとね、やっぱり日本人の女性もやっぱり嫌うよね、うん、あ、そうなの。ああ、そうかそうか、そういうことだよね、でしょ、うん、そういうことでしょ、うん、それがだからほら、デパートでさ、かかったと、うん、クラスターとか、うん、そういうことじゃない方がね、これすごくね、うん、特殊なところで、すごくこうだから一番ペケなパターンだったんだよね、うん、残念だけど、うん、だからもうなんか仲間はいないっていうね、うん、なんか手だ、でも助けようがないっていうかさ、うん、こういう、まあこれもなってしまったからね、しょうがないんだけど、うん、だから当然だけどね、また白鳥の話に戻るけど、うん、その工場やっぱね、いや、それ見たことかともやっぱり言えないしね、うん、かわいそうだしさ、うん、でそれはこれ需要と供給になっちゃうから、まあ、7とかそういうとこと一緒なんだけど、うん、ね、いや、お店があるからお客さんがいるからみたいな、突如去年の暮れから1月入って、やっぱり日本人のね、全体の立場がちょっとこう、うん、ね、晒されちゃってるよね、うんうん、今ねちょっと映した喫茶店なんだけど、見事にタイ人しかいなかったんだよね、これ不思議なんだけど、うんうん、で次ね、多分スタバ映すと思うんだけど、スタバは日本人率が高かったね、なぜか、うん、なんかほら、これも色眼鏡で見ちゃうからさ、はい、で喫茶店によってやっぱりなんか、だからここの辺りに住んでないので、うん、日頃からそうだったのかもしれないしね、なんかでもちょっとそこは分かんない。神経質な日本人だったら、うん、そんな風にタイ人から見られるの嫌だからって家に引きこもっちゃう日本人だって結構いると思いますよ。だからね、うん、こう、うん、まあ変な話だけど、僕はバンコクにいて、うん、だからね、まああれかもしれないけど、変な話だけど、やっぱり会社に行きづらい、うん、いや日本人だからとかって、うん、やっぱ冗談で僕も言われるよ、まだ会社で。はい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 、まあ言われるよ。だから今はもう完璧にね、夜のお店も閉まっちゃったし、うん、この前7でもやった通り、うん、で白茶だって閉まってるわけで、うんうん、もう生きようがないっていうのが現実ですけど、うん、でもさ、これ今に始まったことじゃなくて、タイ人なんかもうさ、当の昔から知ってるわけよね。そう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 。ね、うん、うん、ただ別にこう、ね、タイの人ってそこら辺ってすごい無干渉っていうかさ、うん、無関心っていうか、うん、知ってるけど、それでどうぞみたいなことだったけど、うん、今回はやっぱり、ちょっともう一歩踏み込んだちょっと感情っていうか、うん、いうのがやっぱり、あって、うん、でこれがね、まあこの先どうなるかわからないけど、うん、実は金曜日からマッサージ屋さんとかもろもろ空いてよくなったんだよね、うん、次の段階でその次は、うん、まあ飲食店でお酒を提供していいのか、はいはい、9時以降も開けていいのかと、はい、夜のお店になると思う、うん、で夜のお店にその、まあ、スナックとかいろいろ入ってくる、うん、まあいつかの時点で開けると思うよ、もうずっと閉めっぱなしっていうのはないので、うんうんうん、ただ開けた後に
どうにも気まずい雰囲気がずっと流れるんじゃないかなと。で思います思います。あのなんか、うん、あの普通のこう気持ちではなかなかいけないよね、うん、日本人にとって ね、 そのでそなんかまずその女性たちが働きたくないみたいなさ、そういうのも出てくるでしょ。うん、そうなんだよね、うん、だからこうなんて言うんだろう、奈良の時もそうだけど、うん、ああいうところでこう勤めて、うん、でじゃあスナック、うん、ねカラオケ店がもうじゃあダメと言った時の、うん、そのなんて言うんだろう、食の受け皿っていうのかしら、うん、そういうのがね、うん、まあ何かしらあると思うんだけど、うんだからね、やっぱりそれでしか本当はあのいろんな国がいろんなこう方法でなんとかあの感染を防ごうとしてるやり方の中でね、やっぱりあの実はあのそういうことまで考えてやっていかないと社会の中が非常にこうささくれ立っちゃうっていうのかな、あのガンガンガンとこう押さえつければそれで OK よっていう問題じゃないような気がするんですよね、この問題は。うん、これはね、うん、なんとか職業に規制はないっていうのはすごいこうね、うん、夢物語で、これはどこの国にもあって、うん、で当然タイにあって、うん、やっぱりそういうね水商売で働いてる、うん、従事してる人っていうのはやっぱりどうしても下に見られてしまう、そういうのあるよね。でもともと弱い立場の人がこうなっちゃったわけさ、結局、うん、そうそうそう、まあねそういう傾向がある。だからなんかタイ人ってこううまくね、あのこう車でいうその緩遊びみたいな、そのうまい抜け道とかいろいろ作るのうまい性格なのに、今回のコロナに関してはなんかそれがあんまり見えないんだよね。あ、うん、結局まあこれねどこの国も同じかもしれないんだけど、うん、そのなんて言ったらいいんだろうな、その手の打ちようがないっていうかさ、解がないっていうか、はい、とにかくその、はい、なの人が集まってはいけない、もうざっくりね、人が集まってはいけないとか、うん、その当然イコールね、その濃厚接触の可能性があるような、うん、その場所なり何なりを提供するのはちょっとやめておきましょうかみたいに、まあ、なってしまうわけだよね、うん、なのでまあ、それを表向きは言うけど、どのぐらい厳しくやるかやらないかみたいなっていうのはね、やっぱりこう裁量の中になってくるけど、今回の見てやっぱりタイ人も非常に怖がっちゃうっていう性格もあるし、いろいろがこうあって、なんか日本人がだん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 こうねちょっと居づらい社会というか、そうなってっちゃったらね、あのこれから大変だもんね、みんな記憶に残っちゃうじゃないですか。ね、うん、そうなんだよね、うん、だからそのね、まあこれ俗に言うね、経済を取るのかどっちを取るのかみたいな話になるんだけどね、はいはい、これ締め上げていけば締め上げていくほどやっぱり景気は良くなるってことはまずないんで、はい、悪くなるんで、はい、でそのタイの経済をの一翼を担っているのはこれやっぱり間違いなく日本のなんていうかな会社、まあ、特に車関係ですけど、うん、が引っ張っているのはもうこれ、うん、どうしようもない事実であって、うんうん、でね、何もかにも締め上げてしまった場合に、うん、やっぱりそれはタイの会社だってね、それは車の部品だって一つ二つ作ってるわけだし、そうだね、あの全部関連してるからね、なかなか、難しいんだけどね、あのなんかまあ何年先になる、2年先かな分かんないけど、なんかまああのこともあったねみたいにうまく終わっていけばいいかなという気はするんだけどね。だからね、これはあれですよね、左側に見えてるのが、まあ、あの日本人御用達の病院がバンコクに 2,3、はい、軒あるんですけど、はい、これの一つでサミティベート病院っていうのがあって、はい、でここにちょっと足を踏み入れ、まあ外観だけですけどね、うん、この前、まあ、のサミティベートじゃないけど山内さんがあのあれでしょ、他のに日本人向け病院へ行って、ああそう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 、すごい、多分このサミティベートもそうだと思うけど、まあ日本人に対するチェックがすごいやっぱり今厳しいだろうね、病院は特に。うん、あの僕実は昨日だったんですけど、あの、うん、あのグルバンコク病院って言って、はい、まあバンサミティベートもバンコク病院グループなんだけど、はい、そこの実は歯医者さんに行ったんですね、はい、で予約の時にバンコク市内の 2,3 カ所に行ったかどうかっていうのを聞かれて、はいはい、でまあ言ってなかったんだけどね、はいはい、で何なのって聞いたら、それがバンコク市内のレッドゾーンですと、はいはい、
で次が要はバンコクとから出てないですよね、はいはい、あ出てません、はい、でパスポート持ってくれ来てくれって言われて、もうパスポートね、も診察券があるので持ってかないんだよね、はいはい、で、まあ持ってって、で、うん、入ったらね、その歯医者さんは2階なんだけど、みんな3階に集められて、でエスカレーターは使えなかった、エレベーターでみんな上がって宇宙服の看護婦さんにで行って、でまあ検温とか終わってるんだけど、はい、で一人一人まずね、事務の女性に問診で、はい、でいろいろね、あの行動履歴聞かれて、はいはい、特に年末年始はどうしたのっていうのを聞かれましたね。この部分をまだ、あそうだよね、当然気にするわね、うん、気にするよ、いや、うん、もう案にってことね、うん、でまあ僕はあの取材でね、ワットサケット、まあ、YouTube であげましたけど、うん、まあ行ってきてみたいな話をして、うん、でやっぱりその病院だからまた特殊だよね、はい、院内クラスターが起きてしまったらどうしようもないと思うので、はいはい、なのでこれはやっぱりね、まあ、サミティベート病院もおそらくは同じようなことだと思います。うん、そうですね、お医者さんは、病院は特に厳しいと思うね。特に日本人に対して、まあ、日本人向け病院なんでね、余計まあ神経使ってやらないといけないっていう場所になってしまいましたよね。うん、そうだね、うん、だから当分、そのやっぱりね、もう今はね、当然もう、仕事始めも終わってもう3週間ぐらい経つし、はいはい、でどうしてもちょっとね、郊外に行かなきゃいけないっていう用事もあって、はいはい、で行ってる方もいますよ当然、うん、行かないと成り立たないから、うん、でそうやって行ったり来たりしているのがもうやっぱりね、徐々に始まってるので、うん、だからそうなるともうね、これでも止めるわけにはいかないので、うん、なんか日本人がみんな寡黙になっちゃうっていうか、もう黙って仕事した方がいいかもみたいになっちゃうからね。いやいやいや、もうね、あんまりだから、うん、いや昨日さ、もうあっちまで行ってきて、うん、もう帰り4時間かかっちゃってるとか、そういうちょっとね、うん、会話は日本人同士ではいいんだろうけども、うん、そのタイの人を交えた時に言いづらいわね、っていうのはちょっと言いづらいだろうね、うん、だからあとはその日系企業に勤めてるタイ人もちょっと行ってこいって言われて、うん、まあいたし仕方なく行ってるけど、うん、もうそれだってやっぱりね、周りの人に言いづらいよね、うん、はいはい、どうもどうも、今回もありがとうございました。はい、とんでもない、とんでもない、ありがとうございます。はい、どうも、またね。はい、うん、了解です。はい、どうもです。